お疲れ様でした。お疲れ様です。カヤック実習2日目が終わりました、はい、今日は何をされたんですか？午前中は弁天島まで行って、まあ検定種目の練習と、あと横移動だったりとか、そういう漕ぎ方の練習などをしました。で、午後は、水に入ってレスキューの練習などをしました。はい、じゃあ今日はいっぱい水に入られたんですね。そうですね、もうびちゃびちゃになりました。びちゃびちゃになりましたか、はい、明日はいよいよ検定とのことですが、はい、意気込みを聞かせてください。はい、まあ、今日の練習をしっかり活かして完璧に検定を受かるようにしたいです。以上です。はい、頑張ってください。